島根県竹島の周辺の海上を怪我人など7人を乗せて飛行していた韓国の消防当局のヘリコプターが墜落しました。7人の行方は分かっていません。韓国消防庁が公開した映像には真っ暗な海で救助隊が照明弾の明かりを頼りに捜索する様子が捉えられています。竹島付近の海上で10月31日午後11時半ごろ、韓国消防の救助ヘリが墜落しました。ヘリには怪我人や救急隊など7人が乗っていました。消防や警察などが付近を捜索した結果、午後2時半ごろに水深70メートルの海中で機体からの信号を確認したということですが、7人は見つかっていません。墜落したのは2000年にフランスで開発された輸送ヘリで、韓国の当局が墜落した当時の状況や原因を詳しく調べています。